されたのは東京弁護士会に所属する渋谷区の弁護士永井博也容疑者です警視庁によりますと去年4月交通事故に遭った依頼人の男性のために預かっていた保険会社からの損害賠償金およそ600万円を着服したとして業務上横領の疑いが持たれています依頼人の男性の口座には長井弁護士から250万円が振り込まれましたが 金額が少ないことを不審に思った男性が保険会社に問い合わせて被害が発覚したということです調べに対し容疑を認め競馬などに継ぎ込んで数千万円の借金がありその返済に当てたと供述しているということですまた別の複数の依頼人のために預かった賠償金などについても着服したことを認めているということで警視庁が詳しいいきさつを調べています